オゴネクオゴネクはダイアクリティカルマークの一つである。主に、ポーランド語、リトアニア語、ナバホ語やトゥショーニ語などの北アメリカ先住民の諸言語、コノルド語やコ英語の工定本の一部などで使用され、一般に、ラテン文字の母音陣の右下につけて用いる。ポーランドバリなどと呼ばれることもある。オゴネクオゴニオックはポーランド語言の指障字に由来し、小さな王を意味する。 リトアニア語での名称はノージーン。他の言語の中で使用されるセリーユやコンマビロウなどと混同してはならない。フックやコンマなどとは異なり、ダイアクリティカルマークが本体の文字につながるように書かれる。ポーランド語とナバホ語では母音が微音化されることを示す。ナバホ語では英アクセント符号と組み合わせることができる。リトアニア語では以前は微音化を示したが、今は マクロンと同様に超音を表す。古英語の文字資料の工程などにおいて、音変化によって生まれた音を区別するためにおごねく、月文字を使用することがある。この場合、あくまで工程において、書き分けるようにしたのであって、もともとの写本などで使用されていたわけではない。写本にのような文字が見られたとしても、これは、を表す。母音字ではなく愛の合字である。このルド語、 特にコアイスランド語の文字資料の工程においても、を、延伸後した反広母音を表す文字として用いる。これは、もともとコアイスランド語が使われていた12世紀中頃に書かれた第一文法論文で提案された記法であったが、実際に使われることはほとんどなかったようである。また同書では、非延伸前下狭めの広母音を表す文字としてが提案されているが、 現在のこのルド語の標準正規化法では、が用いられる。後のアイスランド語においては、延伸後したハンヒロボインが、延伸前したハンセマボインに変化したため、各単語中のに当たる部分は16世紀までに、に置き換えられていった。ディエゴ・コリアード、ラニシビジ典により、サクレイ、プローパゴンドなどにお月 E が使用されている。お月 E という、 オゴネクツキーによく似た記号がある。この記号は、ラテン語やアイルランド語の古文書に見られ、中世の筆記体において、あえの合字を意味していた。また、このルド語の古文書でも、おつきおという文字が登場する。これは、現在のこのルド語の標準正規化法で、遠心をしたファンヒロボインを表すのに用いる文字でなく、おえの合字である。ハリがおの上に付けられることもあり、これは、 母音の長さや変化を示すために用いられた。一つの文字に上向きの針と下向きの針の両方が同時につけられている事例もある。また、針が左右反転して左向きにつけられている事例もある。このように、おごねくつき糸とおつきい,いは、出字も両方も異なっているが、現在の電子媒体では一般に同じ文字が用いられる。ただし、厳密には、 時代も異なっており、ポーランド語のオゴネクは E の曲線部の終端からつなげるようにして書くが、中世ラテン語のカウダは E の曲線部自体にくっつけるようにして書く。ウェオンゴネクは、中世の写本の電子本国に適したフォントの策定を、目指すメディバルユニコードフォントイニシアティブの要望によって、ユニコードスタンダード5.10で追加された。ありがとうございます。